はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。僕平将様、僕万能様、吉郎様、おけいはん様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮でおります。ありがとうございます。頂戴して生活を資金にさせていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いいたします。メール登院懇親会はですね、11月23日に大阪で、12月に東京で、忘年会ですか、1月に福岡でやろうかと思っております。福岡にご参加される人がどのぐらいいらっしゃるか気になります。福岡なら行くよって方、コメントで教えてください。河野太郎に訴えられました。 Amazon レビュー、書いていただきありがとうございます。拡散のためですね、3ヶ月間 Google 広告することにいたしました。大赤字ですけどしゃあないっすね。お金よりも河野太郎が一般人訴えてるっていうのを皆さんに知ってほしいですからね。ドラえもんの大山信代さん死去、90歳で老衰と見られているみたいであります。謹んでお悔やみ申し上げます。昭和が終わった感ありますねこれね。自民党幹部、来年の参院選に立候補する意向を伝えてきた、嘘つき共同通信にストーカーされている杉田水脈さん、今回の衆院選には立候補せず来年の参院選にくら替えするみたいであります。世論です。衆院から参院にくら替えってあんま聞かないような。まあね、格が衆院の方が上とされてるんですよね。いつ解散になって選挙になるか分かんない、年がら年中ビグビグしてなくちゃいけないっていうんですね。ハンデがありますから。あと任期も4年で短いですしね。もう売国自民党には投票しないってツイート一色だった。これね、杉田さんを公認しなかった自民党はみたいな誤解した人がいっぱい書いてたみたいであります。あとパヤもね、二階俊博比例単独は2回まで、杉田議員を異常に敵視している共同通信とか見てると、マスゴミが日本の全ての問題の元凶、眼凶だとよくわかる。安倍路線で自民は選挙で上昇だったのに、岸田路線継承の石破じゃあ、決まりがあるならしゃあないね。掲示板にはパヤが群がってて、杉田さんの悪口で大荒れでした。意図的か、勘違いしてるんだが、知りませんけど、自民党に公認されなかったざまーみたいな、そんな感じね。掲示板に嘘と思い込みで杉田さんの悪口書いても、お前の人生はちっとも良くならないし、貧乏なのもモテないのも変わらないんだけどなー。大阪で、活躍してた杉田さんは安倍総理の強い意向で、中国ブロック比例単独で2回当選しております。中国ブロック比例単独に移すときに安倍さんがですね、30分口説いた、幹部をらしいであります。自民内はどうやらですね、比例単独は2回までってルールあるようで、まあ楽でずるいってことなんですかね。1500万円程度の不記載、杉田さん1500万円程度の、不記載が見つかってしまいました。もちろん安倍派なんですけど、これがなくても衆院選挙区に移動か、その他の身の振り方を考えてはいけなくてはならなかった模様であります。参院選の全国比例だったら余裕で当選するんじゃないですかね。私前回の参院比例は何度かお会いしたことがある山田博さんの名前書きました。山田さん危ないんだってって聞いたんで、小耳に挟んだんで、余計に山田博さん書かなくちゃなって、まあ自民党って書いてもよかったんですけど、次は杉田さんの名前書けるように全国比例枠に杉田さんがなるといいですね。引退などで空いた選挙区あればそっちでもいいけどね。なんかパヨどもを群がって署名活動、なんたら大学教授みたいな、そういうやつも名を連ねて、杉田議員は議員にふさわしくないっていう、署名、集めたみたいですね。バカみたい。やつらにとって杉田さんがいかに脅威かってことですよね。影響力があってね、嫌がってるかってことですよ。杉田さん、まあ、分かってますよ、完全に。47歳警備員が
辺野古基地工事妨害の70代女性に巻き込まれて死亡した現場の映像を産経新聞が関係者から入手。11日にですね、沖縄県議会、土木環境委員会がこの映像を検証する予定。警備員はこの抗議者を歩道に誘導したが、歩道後方から足早に近づいてきた女性が警備員と抗議者の間をすり抜け、徐行しながら国道に向かうダンプカーの前に出る様子の映像が残されていた。警備員は女性を制止しようとダンプカーと女性の間に割って入る形となり、そのままダンプカーの右前面に衝突。10秒ほどの出来事だった。関係者は明らかに女性は警備員の制止を無視して飛び出している、警備員は女性をかばうような形でダンプカーに巻き込まれたと証言した。全くね、妨害者、基地反対妨害者のせいだったみたいであります。世論です。周り巻き込んで一体何やってんの。遺族は活動家に損害賠償請求すべきだな、職務に熱心な警備員がなぜ左翼ババアのために命を散らさなければならなかったのか、面倒くさいからと活動家を放置したつけ、こいつらはむしろ警備員がいい悪いと言い放った人間のクズ、どっからどう見ても警備員は被害者だろう。あくまでも歩行者の通行が優先される場所ってなんやねん。沖縄県議会はこの事故をどう捉えるんだろう。パヨ団体オール沖縄、琉球新報、沖縄タイムズの言い訳が楽しみと、妨害活動家が危険だからって、工事側がガードレール設置したんですよ。沖縄県がですね、あくまで歩行者優先道路だからってへりくつで撤去命令、事故が起こる県議会はどうだか知られませんけれども、議会はどうだか知りませんけど、県庁内は完全に妨害側の味方ですよね。沖縄県職員ども、県議会土木委員会で検証してですね、事故は制止を振り切って飛び出したババアのせいっていう判断になればですね、パヨどもも県庁内も詰められますね。これどういうことなんだってね、沖縄西はこれ報道しないんじゃないかな。頼みは産経さん。妨害側団体はですね、死亡事故が起きた危険な工事を中止しろって、まるで被害者面してる人間のクズであります。暴力で人を支配したいっていうパヨどもに人格者や理屈の通じる人もいるわけないですけどね。9月に打倒中国共産党デモに参加しましたが、打倒日本共産党デモも開催すべきじゃないかな、なんてちょっと思っております。産経新聞にも河野太郎に伝えられましたの、広告お願いしたんですけど秒で断られました。産経新聞もこの辺はダメみたいであります。報道規制がかかってんだろうな、多分 NHK の指令でな。打倒したい日本共産党の衆院選公約が発表。消費税減税、週35時間労働、非正規労働者の待遇改善、年金引き上げ、高齢者医療負担増中止、大企業富裕層への課税強化、防衛予算拡大中止などなど、どうせ野党のままだから好きなこと言えますね。世論です。老人こび売りと支持者が老人ばかりだとこうなるのか。若者は死ねってことかな。言うだけなら俺でも言える。ブルジョアから財産募集して人民に分け与える。年金と生活保護との逆転は解消しないと。赤旗の役所公務員への押し売り強化が抜けてるぞ。政権取れないから気楽だな。誰も相手にしないからおじいちゃんがなんかつぶやいてるみたいな扱い。昭和の学生運動みたいなこと言ってんな。成長してねえのか。企業も金持ちもみんな日本から逃げていくわ。週35時間労働って過去最高レベルの人手不足って言って、中小企業バタバタ倒産してんのに何言ってんだろうね。支持者に受ければいいと思ってね。でもお前らの支持者ってもう引退してて働いてない人ばっかなんじゃねえの。防衛予算拡大中止、これは日本侵略しやすくして中国共産党に褒めてもらいたいってあれですね。アメリカに怒られるからできないけどね。大企業富裕層への課税強化、すでに日本の法人税率は世界最高レベルでアメリカと首位争ってる状態なんですけど、それ知ってんのかな。知ってる？お前ら金持ちが妬ましいってだけでこれ言ってない？これ以上上げたら企業が日本から出てきますね。それが狙いかもしれないけど、日米が法人税率が高いのはそれだけですね、商売しやすい、儲かるってことなんでしょうけど、法律がコロコロ変わらないであるとか、法律がしっかりしてるであるとか、
あとまあ、基軸通貨だしね、どっちもね、円もドルも、ドルか、まあ、ハードカレンシーってやつですよ、円は。世界中どこででも交換できるっていう、両替できるっていうハードカレンシー。あとはユーロとスイスドルとイギリスポンドだったかな。金持ちからごっそり取ってっても逃げていかないって、その思考は何なんだ、こいつらのあのこの世界は、この世界は日本しかないみたいな思考はどっから来るんでしょうね。共産党ができてから100年経ってもバカで余地は変わんねえんだな。打倒したいよ。経団連が政府にコンテンツ賞を作ったらと提言。賞を作って漫画やアニメ、映画音楽などの産業育成に投じられている現在の数百億円規模の予算を2000億円まで、増やしたらっていうことらしいであります。漫画アニメゲームの輸出額は3兆円超えて、鉄鋼や半導体産業を抜いた勢いなんで、この予算はまあ、死に金じゃなくて後々リターンがありそうなんですけれども、だから投資とも考えられんですけれども、世論です。防災大臣と兼務で、どうせ天下りの巣窟にクールジャパン機構との何が違うんだよ。余計な省庁を作ってポスト増やして、税金横流しの無駄遣い。パソナが中抜きで大活躍。また新しい利権団体か。経団連が金を全額出すなら考えなくもない。公務員の仕事とは思えんが、そんなんいいから賃上げしろバカと。K-POP などで成功する韓国を参考に。今それがどうなっていくか、経団連のじいさんでも知らないんですかね。どっこのライブも、ガラッガラだったのにね。ゴリ押しで得た人気は長く続きませんよ。漫画アニメゲームを応援したいんだったら、国は金出すべきじゃないんじゃないかなって思ってるんですよね。金出すとほら口も出すでしょ。公務員がこういうのに口出せば作品が面白くなっていくような気がする。国は邪魔だけしないことを目指した方がいいんじゃないかなって思っております。今日の単身です。セブンイレブン決算発表。利益は1600億円で前年度比 27% 減少。日経新聞の感想なんですけど、物価高で節約志向、コンビニで買うより若干安いスーパーに走ったんではないか。イトーヨーカドーを売却してですね、コンビニ事業に専念する経営判断したばっかりなんですけど、これどうなるんでしょうね。旅行雑誌の最後の砦だったジャランが休刊。35年の歴史に幕。それは誰もがネットで旅行先の情報を集めるからね。予約もネットでできるしね。紙の雑誌の存在自体がもう重要ないんじゃないのかな。立憲野田代表、あくまで4党返還だ。北方領土2党返還の安倍路線を批判。共産党も4党って言ってんですけど、これはですね、より困難にして実現させないためであります。まさかやるまいって思ってたウクライナ侵略を始めたロシアは想像以上に頭おかしいから、交渉じゃ戻ってこないでしょうね。外交じゃ武力以外だと買い取るって手がありますけれども、高いこと言うんだろうな、頭おかしいから。ただですね、高い金出して買い取ってますね。あの辺はカニなどの海洋資源がすごいらしいんで、1万4000人いる住人のほぼ全員漁師さんなんて、なので年月かけて元は取れそうですけどね。総務省が災害時などのデマ情報対策の具体的、検討を開始しました。デマと決めるのは誰なんだ、どういう判断基準設けるんだ、テレビの嘘報道はいいのかという意見が多数ありました。やりすぎて言論弾圧にならなきゃいいよね。日銀調査、物価が上がったと答えた人が 94.7%、 むしろ上がったと思わない 5.3% の人ってどういう人なんだろう。そういえば基地外共同通信って47ニュースって名乗ってるんですね、サイトネットでは。シナニュースってことですかねこれね。それとも47都道府県ニュースってことですかね。シナニュースじゃねえかなって、思ってますけどね私。というわけで、福岡で、やった場合、なら行くよっていう方コメントで教えてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。